ハンク。昔当時の彼女と同棲していた時の話。同棲に至った成り行きは、彼女が父親と大喧嘩して家で、彼女の父親は大工の親方をしてる昔の気質。あまり面識はなかったが、俺も内心ビビりまくりの存在だった。仕方ないから彼女と俺の有金をかき集めて、風呂なしボロアパートで同棲をすることになった。しかしこれが最悪のアパートで、ゴキブリは出るし、畳は湿気ですぐ腐るし、上の階に住むバンドマン風の若者は毎晩大声で歌の練習をするし、隣に住む老人は薄気味悪いし、まあそんな最悪な環境にもだんだん適応しながら同棲生活を送り、俺は建築現場でバイト、彼女はカラオケボックスの夜勤で生計を立てていた。住み始めて半年くらいして変なことが起こり始めた。ある朝バイトに行くために自転車にまたがっていたんだが、違和感を覚えてタイヤを確認するとパンクしていた。その日は歩いて仕事に行き、休日に自転車屋さんに行って修理してもらった。その店でのパンクの修理はタイヤに穴が多いほど金額が上乗せされるんだが、自転車屋さんに、こりゃ誰かのいたずらだろうねと言われた。確か5、6箇所は穴が開いていたと思う。釘か何かで刺したらしい。風呂なしアパートなんで毎晩彼女と近くの銭湯に通っていたんだが、自転車の二人乗りで銭湯まで行って風呂に入って、また二人乗りで帰ってくる。ある日の銭湯からの帰り、二人で銭湯の前に止めてある自転車まで来て、サドルに座るとまた違和感が。案の定パンクしてた。後日自転車屋さんに修理してもらうと、どうやらまたすごい数の穴が開いているみたいだった。また別の日、彼女が自転車に乗って一人で夕飯の買い物に行った時も、買い物中にパンク。重い自転車を押して帰宅した。他にも二ケツで駅まで行って自転車を駐輪場に止め、電車で遊びに行った時も、遊び終えて駐輪場に戻るとパンク。いずれも多数の穴。そんなことが定期的に続き、パンク修理のしすぎでタイヤがボコボコになってしまい買い替え、最後の方はもう3代目くらいの自転車になっていた。自転車屋さん曰く、タイヤごと外して新品のタイヤに変える作業に費用を払うのと、安い自転車を買うのとでは金銭的にあまり変わらないっていうことだったんで、タイヤがボコボコになって乗れなくなったら買い替えていた。それにしても無差別のいたずらにしては被害に遭う回数が多すぎるし、ストーキングでもしない限りこんなに何度も何度も俺たちの自転車を狙うことはできない。俺も彼女もイラつきのピークだった。2階のバンドマン、隣の部屋の薄気味悪い老人、誰も彼も疑って疑心暗鬼だった。極めつけがレンタカーを借りて二人で遠くまで旅行に行った帰り道でのこと。高速道路のサービスエリアにあったレストランで夕食を食べた。食べ終えて車に乗り込み、ん?とまた違和感を覚えた。
この車、傾いてる。車から降りて、恐る恐るタイヤを確認すると、右の前後、二つのタイヤがパンクしていた。この時ばかりは、彼女も俺も、怒りよりも、恐怖を覚えた。犯人は、俺たちの旅行の予定まで知っていて、タイヤをパンクさせるために高速にまで乗る。一体どれだけ恨まれてるんだよ、俺たち。盗聴器を疑って部屋中のコンセントを分解したこともあったが、それらしきものも何もなかった。そんなある日、建築現場のバイト中に俺は怪我をした。不注意で釘を思いっきり踏んでしまって病院へ。釘が錆びていた可能性もあるっていうことで結構な事態になってしまった。家に帰り、彼女に一連のことを話した。彼女は俺の傷を心配した後に何かに気づいて急に暗い顔に。しばらくして暗い顔のままこう言った。まるまるくんがもしタイヤだったらパンクしてたよね。俺もそれを聞いて初めてこの怪我と一連のパンクを結びつけた。それまで考えてもいなかった。しかし万が一俺の怪我も一連のパンクと関係あるとしたら、犯人はもはや人間ではないのでは。そうなったらもう呪いや悪霊の類だ。彼女は今にも泣きそうな顔をしてる。考えすぎだろ、と俺は言った。言ったものの内心怖くて仕方なかった。嫌なことばかり考えてしまう。例えばこのボロアパートが呪われてるんじゃないかとか。けど一番怖いのは彼女に被害が及ぶこと。今回は俺が怪我をしたが、幸い彼女の身にはまだ何もない。数週間考えて話し合い、彼女は家出した実家へと戻ることになった。一人でこのボロアパートに住むのは怖かったが、俺の実家は遥か彼方だし帰れない。新しいアパートを借りる余裕もない。足の怪我でろくに仕事もできない。仕方なかった。しかし意外なことに、彼女が実家に帰ってからなぜか自転車のパンクは全くなくなった。同棲生活は終わっても彼女との交際は続いていたし、彼女も首をかしげていた。それからは何事もなく月日が経っていったが、ある日葬式があった。彼女の父親の葬式。その葬式の時に彼女と彼女の母親と俺の三人で話す機会があり、その席で妙な話を聞いた。死んだ彼女の父親は俺のことを相当憎んでいたらしい。大事な娘を奪った男という認識だったようだ。彼女の父親の仕事は大工。大工という仕事は木材に釘を打ち付ける機会が多い。彼は俺への恨みを込めて木材に釘を打ち込んでいたらしい。藁人形に釘を打ち付けるように。あの人それをやると気分がすっきりするって言ってたわ。そう言って
彼女の母親は笑った。ブラックジョークのつもりだったのかな。彼の行動と自転車のパンクや俺の怪我に因果関係があるとは思えないが、それを聞いてからは彼の遺影を直視できなかった。生き量。ネトゲで知り合った主婦なんだが、どうやら俺のことをお気に入りらしい。まあ別に気にせずに適当にあしらっていたんだが、ある日俺が引っ越すことになった。業者のトラックが渋滞に巻き込まれて、搬入が済んだのが結構遅くなって、とりあえず布団だけを出して地べたに引いて寝たんだ。夜中に何かの気配を感じて起きたんだけど、誰もいない。ベランダに出てタバコをふかして、なんか疲れてんのかなと思いながらそのまま寝たんだ。翌日仕事から帰ってきて、引っ越しの荷物を片付けてると、携帯のメッセンジャーがその主婦からメッセンジャーを受け取っていた。昨日の夜に新しい家に行く夢を見たよ。俺もあしらい方に慣れていたから、はいはいってな感じだったけど、でもその後の文章を見てびっくりした。俺は昨日タバコをベランダで吸っていたんだけど、それを夢の中で見たというのだ。しかもカーテンのない部屋とか、高い植え込みの上の部屋を覗くとベランダでタバコを吸ってるのが見れるとか、そんな情報がそのメールの中に書いてあった。怖くなったので信じてるわけじゃないけど、次の日はお祓いに行った。そしたら、これは女の人がついてますね、そして死んでるわけじゃないって言われた。その主婦は俺以外のお気に入りの男の部屋にも生き霊を飛ばしまくってるという。それを聞くたびに俺はあの日背筋が凍った話を思い出す。影。中学の美術室には夕方になると変な影が現れます。私が中学の頃の夏、出展用の作品を仕上げるために部員5人で放課後残って作業をしていました。女子5人で楽しくおしゃべりしながらの作業です。喉が渇いてきたからコンビニに買い出しでも行こうかという時、いきなり友達が廊下側の窓を指さしてこう言いました。ねえ、廊下に誰かいない？え？みんなで廊下側の窓を見ると、友達の言うように窓に人の影が映っていて、その時は先生か他の生徒だろうと思ったのですが、その廊下にいる人が部室に入ってくる気配がないので、仕方なく私が廊下に出ることにしたんです。誰？とドアを開けて廊下を覗いたけど、誰もいない。びっくりして帰ったのかなと思って、誰もいないよ、と中にいる先輩と友達に言うと、一瞬の沈黙の後、みんなの慌てた声が。そんなことない。まだ影映ってるよ。え？嘘？と
目を疑いました。だって自分の今いる廊下には本当に誰もいないのです。だけど中にいる友達たちはまだいる、動いてる、走ってると叫んでいて、その影はいつの間にか消えてしまったけど、翌日先輩に話をしてみたところ、先輩もそのまた OB の先輩たち、部員以外の生徒もたびたびその影を見ていたそうです。窓に映るのにでも誰もいない、不気味な現象ですが、それ以上何をするわけもなく、それから何度か体験しましたが何も起こりませんでした。ただ今もまだその現象が起きてると後輩が教えてくれました。あとその美術室の古い木製の棚を整理していた時、棚の奥からこっそりと絵の具がべったりついてる髪の毛が出てきたことがありました。私は体験していませんが、同級生の子が言うには、美術室には変な現象ばかり起きるそうです。はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。今日は怪談話の方を読ませていただきました。はい、2番目に読んだ、ネトゲで知り合った主婦に生き霊を飛ばされるというお話でしたけど、これめちゃくちゃ興味深いお話でしたね。僕ネトゲ大学生の頃すごいハマったことがあるんですけど、半年ぐらいハマってたかな。鬼のようにやってたことがあったんですけど、それ以外は全然やってないですね。うん、でもよくなんかネトゲで知り合った人同士でなんか結婚するとか、なんか恋人になったとかね、そういう話を昔よく、やってた時に聞いたことがあったので、なんかすげえ世界だなと思いながらね、まあ僕は別にあんまそういう恋愛に興味なかったから、ゲームだけ楽しんでたぜなんですけど、すごかったですね。うん、周りにそういう人もいたからね、世界は何だろうなっていう感じで世界は広いなと思いながら、見てましたけど、でもこう一方的にさ、この今回みたいな感じで生き霊飛ばされても本当困りますよね。そんで住所とか何も教えてないのに、その思いだけで本人の方に生き霊を届けるっていうね、怖いですよね。まあ、よく言うのが幽霊より生き霊の方が怖いってね、よく言われますけど、まあ、本当にそうだなと思います。生きてる分パワーが強いからね、幽霊の。だから皆さんもね、いつどこで誰に生き霊を飛ばされてるかわからないから、注意が必要ですよね。もちろん僕もね誰に生き霊を飛ばされてるかわかんないから、注意が必要ですね、本当。まあ、どう注意していいかわかんないけどねということで、すごい興味深いお話でございました。はい、ということで本日もどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。はい、どうも皆さん改めましてこんばんは、ごま団子です。旅再開してるごま団子です。はい、やっとね一段落ついて、いろいろ仕事とかが、また再開できるようになったので、今日からまた再開してるわけなんですけども、まあ、とりあえず旅のお話は今日は置いておきまして、今日一つね、皆さんにお知らせがございまして、ちょっとこの動画の画面の方を見ていただきたいんですけども、何やら、不思議で、そして、怪しげな、なんか廃墟みたいなのが映ったピクチャーがね、画面に映ってると思うんですけども、はい、実はですね今、ちょっと、面白い企画が裏で始動していまして、まあ一つの目的によって、動き出したプロジェクトなんですけども、その目的っていうのが
ホラーとかオカルト関連の素晴らしさ、魅力に、もっとたくさんの方々に気づいてほしい、もっと世の中に浸透させたい、広めたいっていう、まあ、そういった目的なんですけど、はい、そのためにどうすればいいのかっていうのを、僕とたびたびコラボさせていただいております、オカルトラジオのともさんと一緒にね、真剣に考えて、で意見を出し合って、でその意見がだいぶ、まとまってきたので、今そのプロジェクトを始動し始めてるっていう、そういう感じなんですけど、はい、このプロジェクトを機に、なんかもっともっと、そういったお話をね、するのが楽しくなったりとか、そういったお話を読むのが楽しくなったりとか、聞くのが楽しくなったりとか、または、何でしょうかね、いろいろちょっと考えてるんですけど、まだ言えない部分がいっぱいあって、まあとにかく、楽しい企画にしていきたいなと、思っております。そして昨日ですね、僕と岡田寺さんの他に、もう一人強力な、仲間ができまして、それも近日中に、発表できたらいいなという感じになっております。はい、というか、もう本格的にこれ指導し始めるので、皆さんの前で、この画像はどういったことなのかとか、どういった趣旨でこのプロジェクトはやっていくのかとか、プロジェクトはどういうことなんだっていうのを、発表する生放送みたいなのを企画しておりまして、そこでいろいろ説明させていただこうかなと思っております。はい、まあとにかく、結構もう計画が決まってからはもう結構ハイペースで、バン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 っていう感じで今来てるんですけど、本当に近日中に、皆さんにいろいろご説明できればなというふうに思っております。とりあえず今は、なんか秘密みたいな、ちょっと楽しみを残しとくみたいな、そんな感じで、説明をね、終わりにしたいと思います。はい、ということで、ぜひぜひ、お楽しみにという感じで、はい、というわけで本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よかったらこの動画に評価ボタンを押してったりとか、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとこの、動画の詳細欄の方に僕のツイッターの URL とか、あと兄弟チャンネルの URL とかが貼ってありますので、よければチェックしてみてください。はい、ということで、ありがとうございました。じゃあまた次の動画、生配信、そして旅先でぜひぜひお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。